こんにちは、ドンピザ娘です。今回ですね、5周年記念の強敵への挑戦ですね、チャレンジバトルをやっていきたいと思います。で、これですね、7月4日から、8月1日のね、まあ、朝5時1分前までですかね、やっておりますんで、まあ期間内ですね、ずっと開放されておりますんでね、挑戦してみてください。で、まあこれですね、ノーマルと、まあ、チャレンジクエストあって、まあノーマルはね、まあ、よっぽどクリアできるかなっていうところで割愛させていただきます。今回ね、紹介するのはチャレンジクエストですね。まあこれね、なかなかにね、まあめんどくさい相手なんですよね。で、まあここに書いてある通りです。まあ仏棒が低くて対象の強化状態を解除しながら様々なね、状態異常を付与してダメージを与える必殺技を使用。でさらにですね、まあ、向こうがね、あの耐性系のね、バフとかをまあなんかもう永遠に持ってくるんで、結構ねだるいんですよね。はい。で、まあただね、まあ内容としてはね、まあ、15ターン以内とかですね、まあ、クリアして、そう、誰も落ちずにとかではないんで、まあそこまで難しくはないかなと思うんですけど、まあ適当にやるとね、すごいターン数かかるんで、まあ今回ですね、まあ、5ターンぐらいまでね、まあ、この神城インデックスのまあ新しいやつ使わずに、まあこれまでのコラボとか限定とかで、まあある程度、まあ5ターンぐらいまでね、いけたんで、まあそれをね、紹介したいかなと思います。それではね、行きましょう。で、今回ね、使った編成こんな感じです。もう育成ボロボロで、ただ、まあそこそこ、あれかな、あの、贅沢仕様にはなってます。でまあ、正直ここね、クルワとかなくても、このね、ラッコちゃんとかなくても全然いいんでね、まあ、よくちゃんと使うのは、まあ、この耐性ダウン系のやつかなと、まあ、オルソラでデバフ入れて、で、まあ、あとこの4枚かな、まあ、この辺しっかり揃ってれば、で、キヌハタは多分ローラでもいいと思うんでね、ローラとかに変えてみてください。それではいきましょう。まあ、腹痛相手するのめんどくさいのは、ブレイクでぶっ飛ばすっていうやつですね。4ブレして5キルのスタイルになります。で結構ね、相手攻撃力低いんで落ちなかったりとかもするんでね、まあ、別に2ことが1ターン目に落ちても、まあ2ターン目に落ちてもあんま問題ないですね。次のハマズラで調整します。初手殴られないとダメですね。まだ間に合うかな。クリティカルもらえば落ちるかな。あ、落ちましたね。よかったよかった。あそこね、初手クリもらっても落ちるし、まあなんかいろんなやり方あるんですけど、うん。あー、これやると左寄るかな。左寄られた時にさ、オルソラ左から打たないといけないんで、まあここのハマズラの小バフは別にいらないんで、ずらしますか、こっちに。まあちょっとオルソラさんの火力が減るぐらいで、まあミコトがしっかり出せば十分勝てるんで。で、今オルソラさん先でしたね。ちょっと雑でごめんなさい。立ち回り、まあそんなだいぶ余裕あるんでね。でここでミコトスキル打って、オルソラにアレッサ連携ですね。ワブナム必殺。でここでブレイクしていきます。まああの最初 SP300 溜まってるんで、まあ、必殺ゴリゴリ使っていってもいいんですけど、まあそこまでする必要もないんで、こうアレスタがね、攻撃方向当てないといけないんで、こうなります。でオルソラで打って、ミコトで、まあ、400万ぐらい出して終わりみたいな感じですね。オルソラ200万ちょいかな。はい。でここでコラボのね、オッチかなね、連れて行ってたんですけど、あいつ正面からしか撃てなくて、でしかもオルソラより先撃ちするんで、まあミコト使った方が楽かなっていうので、こういう風に組んでますね。それで行きましょう。これで多分落ちるはず、クリ外さなければ。
だと思ったよ。はい、あ、590万出ましたね。400万嘘だった。はい、まあこんぐらいに火力には余裕があるんで、まあぜひぜひ、まあ参考にしてみてください。でなんかね、後ろね結構残るとめんどくさいよね。あの腹痛がね、まあ2回分ぐらいあんのかな、なんか2回ぐらい回復してくるんでね、3人全員なんかその3万ぐらいのダメージ出さないといけないんですけど、バフもない、相手ね、デバフがないと全然ダメージ通らないんで、で、まあさっきみたいにあのブレイク全力でいきましょうね。で、カミヤンとね、インさん使える人は、まあ、別にあの、二必殺かな、なんだろう、オルソラとか別使わずに、もう、正月インさんと、まあ、アレーサーとかでバフとデバフですね、しっかり入れてからぶん殴れば、まあ、よっぽど御事とかよりダメージ出るんじゃないかな。はい。ね、まあそんぐらい、まあ、余裕あると思いますんで、ね、まあ期間内にしっかりやっていただければと思います。で、まあさっきのところ、まあ御事2ターン目に落としましたけど、まあ御事がね、まあ1ターン目に落ちる立ち回りもあるんですよね。その時は、まあ浜面が2ターン目に前に出てくるんですけども、まあ、その時ですね、まあ普通に3連携で1回殴られてください。これ、ミコトのね、スキルがね、その必殺封印2ターンあるんで、はい。で、素殴りだと、この組み合わせだと落ちないですね。うん。まあ、ウイハル育ててない人とか、ワンチャンクリとかで、多分落ちないと思うんだけどな。青がようやくクリもらって落ちるぐらいなんで、まあ、よっぽど耐えるかなと思います。で、次スキル打ってっていう感じですね。はい。でこれね、車があるんで、その大バフとかさ、盛りたくなる気持ちもわかるけど、ミコト裏から持ってきたら、ね、スキル打ちたくなるよね、この強化状態。ここね、10個とか。で、スキルで、まあ、そこそこあるんだよな、これ。3つも、ね、3つつくんで、やっぱこれスキル打っときたいなっていうところで、まあ、このね、カミヤンと交代せずに、後ろに残してるっていう感じの立ち回りで組んでます。まあこの辺ね、別にクルはなくてもいいし、SP も使ってないしね、バフもオルソラにしか乗ってないし、正直ね、この浜面もね。なんで、この辺はね、自由に組み替えていただければなと思います。はい。まあ本当にダメージが硬いんで、デバフかな。このアクセラさんもね、まあ別になくても、後ろだけで多分しっかりダメージ出るから、ね。まあ、ここにね、クルワつけて、デバフ3ターンぐらいなかったかな。ね、防御デバフ3ターンとかあるんで、これ、ハマズラにクルワつけて、このアクセラさん別に抜いたりとかも全然ありだと思います。はい。まあ、ちょっとね、自分はクリを出したいとか、まあ、デバフ前半もしっかり出して、ね、行きたいなっていうところで、で、別ここね、クロコとか、クロコじゃね、赤いアクセラさんかなとかで反射とかもしてたけど、なんか別に耐えるしなと思って、うん、それよりなんか最後残った時になんかデバフがないと永遠に殴り負ける殴り勝てないんで、ね、攻撃マスが踏んでもちょっと怪しい感じなんで、まあそういう意味でアクセラさんつけてました。はい。そんなとこかな。まあ、ただね、こう耐性ダウン入れたかったんで、自分は、ね、浜面にウイハルつけて、耐性ダウン入れてますね。うん。で、まあ別にクルワはなくてもいいけど、まあ落ちればデバフ入るんで、最初のね、ダメージ伸びるかなっていうところだね。あとバフ出るしね。そんぐらいですかね。はい。まあ気をつけるところはそんぐらいだと思います。というところでね、今回ね、動画以上にしたいと思います。この動画がね、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録で、この番組ね、応援していただけると嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。